は完全に座って1回目の予防接種を打った生後6ヶ月にデビューしました。事前に動物の鳴き声が出る絵本とかを使って予習みたいな感じで見せてたんですけど、結果ベビーカーに乗っていられていたので赤ちゃんは寝てばかりだったんですよね。だからなんか私一人で楽しんでしまったって感じでした。とりあえず記念に写真だけは撮りましたが、ちょっと寂しかったです。うちは1歳のお誕生日の日に来ました。小さい魚を目で追ったり、指を使って一生懸命こうやって追っかけてるのが印象的で、今までに見たことない大きな魚や光るクラゲとか一つ一つのものに対して興味を持ってきてました。うちの子は歩き始めが割と早かったので、1歳だけど自分で歩いて水族館の中を回っていたので、私もかなり助かりました。ただやっぱり週末や連休、祭日に行くとどうしても混雑してしまうので、私は平日に行くようにしてたんですが、ショッピングモールとかと違って赤ちゃん用品がすぐに買える場所ではないと思うので、事前の準備物は念入りにチェックすることをお勧めします。ある動画の中からご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、動画のリクエスト等もコメント欄からお待ちしています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。